はい、ヒロです。本日の男飯メニュー完成しました。こちら、エースコックのわがめラーメン、そちらの方を、エースコックのわかめラーメン、インスタントラーメンの方をフライパンで炒めて焼きそばっぽく仕上げました。わかめラーメンアレンジアイデア、おいしそう、うまそう、ヤミデリシャス。おいしそう、うまそう、ヤミデリシャス。わかめ焼きそばっぽくなりました。どうでしょうか。麦茶、こんな感じです。ソースと、ふりかけもちょっとかけてみました。いただきます。おいしいです。わかめがこんな感じです。ちなみに我が家で大活躍の業務スーパー野菜、パプリカ入っております。一緒に炒めました。トッピングでキウイピーちゃん、マヨネーズ、こんな感じです。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。引き続きヒロチャンネルよろしくお願いします。ウェルカムマイチャンネル、 Thank you。チャンネル登録よろしくお願いします。次回もシンプル男飯でお会いしましょう。